どうも、家の正月飾りをいつ外せばいいかわからない藤間です。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、ネム、そしてステラルーメのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株のチャート分析を毎日配信しておりますので、投資に興味がある人、お金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、引き続きね、仮想通貨相場がね、かなりね、熱い展開というか、まあ、激しい、ボラティリティの激しいね、展開になっております。ビットコインもね、高値また更新しましたし、アルトコインもね、すごい急上昇があるやつもあれば、まあ、地上げもあるものがあると、まあ、特にその主要なコイン中心に、まあ、かなり上昇してる感じで、まあ、草コインとかはね、あんまり反応してないみたいなね、相場になってきたので、まあ、いよいよね、ちょっと仮想通貨バブルのね、雰囲気がもう1月早々からしてきてるな、という感じで思っております。引き続きね、ちょっとツイッターとかの方でね、かなり、頻繁にね、仮想通貨に関するツイッターやってますので、この動画の説明欄にツイッターのリンク、私のね、リンクを送ってますので、ぜひフォローをしてみてください。はい、今日ね、藤間大学の方の動画では、44歳の女性で資産1億2000万円築いた、ね、人っていうのがいて、まあ、その人 の, その投資方法とかね、その人生がちょっと面白いので、そういう、ね、話をちょっと取り上げています。なので投資やってる皆さんはぜひ見てみてください。はい、今日もね、仮想通貨ニュースを読み上げてから、今日はイーサリアム、ネム、ステラルーメン、リップル、ビットコインという順番でね、チャート分析をしていきたいと思います。はい、今日の記事ですけども、その前にちょっといつものね、牛乳を飲んでですね。今日はね、ブルームバーグの記事ですね。ね、著名投資家の ビルミラーさん、私のこのチャンネルでも何回か登場してるんです。ビルミラーさんが仮想通貨のビットコインについて、急激な上昇で注目度が上がり、投資分散化に向けて企業の財務担当者が活用なするきっかけになるということで、さらに値上がりが加速する可能性があるということを指摘しています。まあ、つまりはね、まあ、インフレが加速する場合に、多くの企業はね、資産を一部その現金じゃなくてビットコインに分散するというふうに決めたら、それだけでもビットコインの価値は上がるだろうというふうに言っています。まあ、このチャンネルの、ね、ニュースでも取り上げたマイクロストラテジーという、ね、会社とか、あとスクエアっていうね、会社がね、大量にビットコイン買いましたけども、まあそういう会社がね、だんだん現れてると思いますので、やっぱりその企業による、ビットコインの、購入、あとはまあ、機関投資家によるビットコインの購入によって、まあビットコインは底堅い値動きをしてくるんじゃないかなと思ってます。まあ少なくともね、暴落してきたとしてももう100万円以下ってことはね、多分落ちないんじゃないかな。もう相当先までね、もうないんじゃないかなと思ってますが、そんな形でビットコインの価格は基本的には上昇し続けて、まあ、数千万円ぐらいには、ね、なると思ってますので、まあ、いい記事だったかなと思います。この記事がプラスマイナス10でどれぐらいかというと、プラス3ぐらいにしたいかなと思ってます。はい、じゃあまずイーサリアムの、ね、チャート分析からいきたいと思います。イーサリアムが、ね、12万円ぐらいは、ね、推移している状態です。結構、まあ、じわじわ上がっている状態なんですけども、あんまりまあ言うことないというかね、もう昨日からと一昨日ぐらいからのこのずっと上昇トレンド、まあ、三角持ち合い上抜けてからもずっとね、この上昇トレンドラインに沿ってまあずっと上がってきているという形で、まあ、特に何も言うことないというかね、どこで入っても、まあ、含み益になる状態なんで、まあ引き続き、イーサリアもね、向かい直していこうかなと思ってます。まあ、ただ若干懸念するのは、割とね、この上昇トレンドタッチの回数が多くなってきてるというか、若干ね、割れかけてもいるので、そろそろちょっと割れてドカッと落ちる可能性もまあなくはないという感じでは思ってますね。じわ上げなので1時間足だと RSI 買われすぎじゃないんですけど、今60ぐらいなんですけど、上位足になってくればなるほどちょっと買われすぎ感は出てますね。日足でもね、90いってます。週足でも90いってますね。なんで、まあ、ちょっとかなり買われすぎ感は出てるので、どっかで強く落ちてくるかなとは思ってますが、まあ、基本的にはこのまま上昇トレンド乗っていいかなと思ってます。2017年の最高値の1400ドル、まあ、14、5万ぐらいのところまでもうあとね、2、3万ってところがあったので、いよいよね、市場最高値超えるような気配もしてきてるんですけど、まあ、超える前か超えた後ぐらいで一回ドカッと下がってくるんじゃないかなと思ってます。30% ぐらいはね。まあ、なんで、まあ、私はガチをする予定ですけども、
まあ、例えば今ね、12万円ぐらいで全力で買うんじゃなくて、まあ今12万円で買う。で、まあ、そのまま多分上がってくるでしょうから、しばらくね。で、一回ドカッと下がる。例えば15万円つけるんだけど、一回10万円まで下がる。まあ 30% ぐらいの下落だとそれぐらいは余裕であるので、そしたら10万円のところで刺すみたいなね。そんな形で考えていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、それは全ての仮想通貨にまあ今言えるかもしれませんが、まあ、こんだけ急上昇してるので、まあ、どっかはね、ドカッと落ちてくるのは間違いないので、まあ、刺しとけばいいかなと。まあ、2割戻し、3割戻しね。例えば、15万までいって12万、2割戻しの12万だったら今12万で買った方がいいのか。まあ、一旦ドカッと落ちてくる可能性はあると思います。こんだけ変わりすぎなのね。2017年のバブルの次ぐらいに、もう RSI は高いんですよね。なんでそろそろかなという感じはしてますね。ただ、イーサリアムは確実に使用された方が超えると思います。一回調整したとしても、再度上昇してきて15万は超える。どれぐらいいくかっていうと言われたらね、ビットコインと違ってまあ難しいんですけど、まあ、仮想通貨バブルってね、最高値更新してからさらにかなり上昇が加速して、一桁ぐらい上がることがあるので、150万とかいく可能性はあるんじゃないかなと。イーサリアムはね、と思います。はい、イーサリアム以上です。じゃあ次がネムですね。ネムかなり上がりました。で今日ね、私ね、朝のツイートでも、ネムは今日結構上がるんじゃないかと言ってたんですけども、まあ、予想通りに結構上がりましたね。4時間足ですね。まあ、こんな形で、ここのね、この一波がかなり強かったんですよね。ここ、大陽線作ってきて、で、ヒゲで、なんとね、33円まで行ったのかな？これはね。33円ぐらいまで行きました。飛びました。この間の最高値と同じぐらいまで行きました。ただ取引所によってはここまで跳ねてないので、ちょっとまちまちです。この取引所によってはこの辺ね、27、8円で止まってるところもあれば、まあ、この、バイナンスみたいに33円までぶっ飛んだやつもあるんですけど、まあちょっとヒゲはね、今ね、判断しづらいので、そうすると、まあちょっとこの実体線で見ればよくて、この大陽線ですよね。でこの辺の、出来高見たらわかるように、出来高結構入ってましたね、ここね、ドカッと入ったとこ。これ見て、あ、結構これ上に来るなっていう形で見てたんですよね。なので、しばらく上かなと思ってます。やっぱり33円から50円ぐらいまでは、ネム上がってくるんじゃないかなと思ってます。ただもちろんスナップショットがいつになるかっていうところは、まあ、大事なんですけど、単純に同窓会を見るのであれば、まあ、ドカッと上がるってだったと思います、これはね。冷やしで見たら分かりやすいんですけど、これですからね、じわじわじわって下がってきて、でも18円はなかなか割れなかったってからのこの下落トレンド抜けのこの大陽線なんで、基本的にはここからいなごっていう可能性が高いと思ってます。はい、ね、今引き続きねいい感じだと思ってます。でちょっと気になるのはね、ここは三角持ち合いですね。ネムお得意の大きな三角持ち合い形成してます。で、それが、今夜と、まあ、明日の朝ぐらいには抜けるので、この三角持ち合い上抜きできたらまた稲子作ってくる可能性あるので、今日の夜中とか明日の朝ぐらいはね、爆上げする可能性が高いかなと思ってます。で、ネムはね、引き続き私はね、もうスナップショット終わっても勝ちをする方針に決めたので、しばらくもう売らないでね、もう本当にね、秋ぐらいにたくさん拾って平均取得単価10円ぐらいで買ったやつを、一回も売ってないです。一回も売らずに、高値で売ることもなく、下で買い、また買い直すこともなく、ずーっと持ってます。その平均取得単価10円なのでもね。それをガチをするつもりでいます。まあ、その、なんでガチをするかって話は、また、おいおい別の動画でやっていこうと思います。はい。じゃあ次はね、ステラルーメンですね。ステラがかなり上がりました。で、昨日、私もね、ツイッターの方に行ったんですけど、私はね、9月に 7.6 円ぐらいでね、ステラルーメンを買ってましたので、それを利食いました。かなり強い上昇来たのでね、さすがにちょっとこれはね、利食った方がいいと思ったので、ステラは利食いました。で、今がね、36円ぐらい推移してます。ちょっとまず冷やしで見た方がいいと思いますが、これですね、この大陽線、これやばいですよね、これ。13円からの44、一旦39円かな。一旦39円いって、で、今日もまあ陽線出ていて、一旦42円ぐらいまで上がってます。これ強いですよね。この辺のね、この陽線がだんだん大きくなる感じ。この辺を見て、あ、これ跳ねるなと思ったんですけど、まさかね、ここまでね、たった2日でね、3倍ぐらいになると思ってませんでしたね。
なんで、こんだけ強い上昇分を見せたので、ちょっと調整が深いかなと思って、私がその 7.6 円で買ったシラルーメンは36円で指してました。36円なんでかっていうと、過去にレジスタンスされたところがあったんですね。これクラーケンには出てこないかな。ここか。ここなんですよ。2018年の終わりぐらいにあったヒゲ。ここがね、ここ。この、こういう、まあ、バブルが終わった後のこの上昇。ここが36円になったんですよ。だから36円ジャストで、ジャストというか 0.36 ドルですね。まあ、ドル建てでやってるんで。0.36 ドルで入れといたら、昨日刺さったんですよ。で、その後、ただ反発が強いだろうなと思って、まあ、下で拾い直すよってことをツイッターで言ってたんですけど、下で拾ったのがね、32円ですね。まあ、そんなにそこじゃないんですけど、まあ、なんで拾ったかっていうと、ちょっと一時監視見たらわかりやすくて、ここが、ちょっと、あれなんですけど、こういうウェッジ描いてました。これ一時監視で。で、ウェッジ描いてて、まあ、どこまで下がるかわからないんですけど、一旦上に抜けた、ここ。ここで入ってます。また32円。だから、ここ36円で売って、32円で買い増しして、買い増しというか、買い戻しをして、枚数を増やして、今これに乗ってるって感じなんですけど、まあ今36円だね。ちょっとまあじわじわっと下がってきてるって感じなんですけど、よく見たらね、ウェッジの連続なんですね。ウェッジ作ってから上抜けで、今ウェッジまた作ってるっていう感じになってます。で、あとは、ちょっとね、見えるかな。見えるかわかんないですけど、あ、光りましたね。短期の移動平均線、5MA、1時間足の 5MA にタッチしてるんですよ。例えばここの、この青い線です。ここ、ここ。こういう線ね。ここにタッチして上がってきてるんですよね。で、今、ちょうど、まあ、これ撮ってる時間ではタッチしてるんですよ、ここ。ヒゲで。今、ちょっとタッチして。反発されてる感じ。これを見ると、このウェッジなんで、上がってくる可能性が高いのかなと思ってます。ただ、冷やしてみたらわかるんですけど、昨日までの上昇に比べたら勢いが弱いです。これだけの陽線作ってるのに今日こんだけしか上げてないので、ちょっとね、もう一段上ぐらいに行ったらさすがにちょっと一旦大きな調整来るのかなと思ってます。じゃあもう一段上ってどこかっていうと、51円ぐらいのところですね。市場、最高値ですかね、ここが。ステラが。2018年ぐらいの高値です。週足で見るとここです。ここね。2018年の高値。で、今ここなんですよね。あとちょっとなんですけど、そこで一旦私もね、利害確定しようかなと。またね、32円で買ったやつを、51円くらいで利益確定しようかなと思うんですけど、勢いが弱い場合は40何円で切る可能性もあります。ちょっと勢い弱くなってきた感じ。うん。まあ、これ見たらわかるですよね。この辺まで一直線上げてるんで、こっから揉んでるんですよね。ウェッジ作って上がって、ウェッジ作って、多分もう一回上げると思います。41円超えてくると思いますが、ちょっとでも3段上げしてきたら、その後ぐらいがちょっともう、一旦調整になる可能性はあるのかなと思ってます。まあ、RSI 見てみても、かなりもう変わりすぎですね。日足では、80いくつぐらいまでいってますし、週足でももう90近いので、85か。まあ、それぐらいなんで、まあ、ちょっとね、怪しいんですけど、まあ、史上最高の51円ぐらいまでは行く可能性があるかなと、このままね、思ってます。はい、ステラはじゃあどうすればいいかというと、まあ、とりあえずね、まあ、今買って上昇トレンドに乗ってもいいと思います。で、下がってきたら下がってきたでも、損切りしないでもうガチをする。多分ステラはもっと跳ねると思います。この先に。51円以上に跳ねると思いますので、下がってきたらまあ、ガチをして、損切りしないでいいんじゃないかなと思ってます。はい。次がね、リップルです。で、リップルも、今朝ツイッターでね、リップルも跳ねるんじゃないかって話をしてきたら、予想通りかなり跳ねてきてますね。上がるね。今撮ってる時間もかなり上げてきました。今がね、30.7 円、31円近く上がりですね。なんでそう思ったかっていうと、昨日の夜ですね。まず昨日の動画の段階で、ステラが相当跳ねてきたので、ステラの兄貴分であるリップルは相当跳ねるんじゃないかって話をしたと思うんですよね。まあその見立てはやっぱ合ってて、一旦ボンと跳ねたんですよ。価格30円ぐらいまで一回跳ねました。で、これ見てますます、あ、リップルは多分、今日の朝から跳ねると思ったんですよ。
なんでかっていうと、まあ、さっきの、なんだっけ、ステラと同じ話になるんですけど、これね、大きな陽線出てますよね。今までこんだけ、ボラティリティが低かったのが、ボンって、陽線入ってるんですよ。こう見たら、こんな感じ。本線で。ここで、ボラティリティが、急に上がっている、あとね、出来高。まあ、ちょっと見にくいんですけど、出来高が、ここで、急にこう入ってますよね。これ見て、これかなり上げてくるなと。あの、株とかでもよくあるんですよ。こうやって、あんまり値動きが大きくない後に、ポンって大きな陽線出る。しかも出来高も激しい。っていうのがあると、こういう大相場。みたいなね。よくあるんで、これはよく覚えておいた方がいいと思います。出来高と大きな陽線伴った時は、大相場の入り口である可能性が高いので、そういうところで、まあ、飛び乗ると、まあ、そのまま上に上がれることが多いということですね。で、チャート形状的にもかなり強いですね。ずっと昨日まで見てた平行チャンネル上に抜けてます。平行チャンネルの平行チャンネル、上昇の平行チャンネルは基本的には下抜けなんで、それを否定してきて上に行ったってことはかなり勢い強いと思いますので、上昇がこのまま続いていくと思います。じゃあどれぐらいまで上がっていくかっていうと、とりあえずね、43円までは上がるのかなと。もっと上がるのかな ?44 円とか。うん。10MA がね、週足です、これ。週足の 10MA が、ちょっとわかりにくいんですけど、今この辺にあります、この黄色い線。ここ。ここにあるんですよ。ここが44なんですよ。で、大体ね、この黄色いし、週足の 10MA って何回もタッチしてますね。この辺は下抜けた。で、上抜けた。下抜けた。上抜けた。ずっとタッチしてます。今、下抜け。で、今、週足の 10MA が、横横してます、割と。横横。こう、横に向いてますよね。こう。なんで、このまま横に向くと思うんですね。なんで、それに近づいていく感じ。こう、陽線がね。そうすると44円ぐらいまでは前は上がってきてもおかしくないかなと思ってます。そうですね。今月、まあこれ月足なんですけど、月足で見たらまあこういう形ですよね。一旦80円ぐらいまで上げた。で、全戻ししましたね。SEC ショックでね。で、これをどれだけ上げてこれるかが、結構この後、稲子作れるかどうかのポイントになってきます。例えばもう、極端な話、これをまた全戻しできたら、多分もうリップル確実に100円超えると思うんですよね。こういう月足に終わったら。半値戻しぐらいだと、まあじわじわって上がるか、まあこの辺でレンジ組むかっていう形で、まあ77円超えてくるのは、ちょっと時間かかる可能性はあるかなと思うんですけど、まあ、こっからの上昇がどれだけあるかっていうのは大事だと思います。日足で見てみたら、実は RSI まだね、変わりすぎじゃないんですよ。45なんですよ。まあ、全然変わりすぎじゃないんですよ、これ。ここまでからこうなんですよ。だから全然まだ上昇の位置あるし、週足で見ても RSI 48なんですよ。だからまだどっちかと下なんですよね。って考えたら、4、50円は余裕じゃないかなと思います。今から。だから、まあ私がおすすめするのは、まあ私はツイッターくらい散々買った方がいいって、リップルも買った方がいいって言ったし、私がね、22円とかで、ね、買ってる話を参照してるので、それを聞いてる方は多分もう20円台前半ぐらいで仕込めてるんだと思うんですけど、まあそれでもまだ飛び乗れてない人は、とりあえず飛び乗っていいんじゃないかなと。今31円ですけど、これ乗っかっちゃった方がいいんじゃないかなと。こんだけ強い、上昇トレンド来てるのでね。うん。今31円飛び乗っても、40何円ぐらいはいけるんじゃないかなと思いますので、乗った方がいいかなと。こうやって見るのかなり強いですよね。思いますよ。続きそうじゃないですか。うん。っていう風にリップルは思います。FX は基本的にはロング。もうこのまま追従のロングでいいと思います。バイビットだったら、XRP をね、ロングできるので、リバレッジかけてロングしてみたいという人はね、ぜひバイビットの講座でやってみてください。動画の説明欄に載せてます。はい。次はね、ビットコインですね。で今日ね、5つのコインやってるんで、ちょっとね、時間が長くなってますが、ビットコインがちょっと怪しい雲行きをしてきてますね。今日最高値は更新しました。389万円まで来ました。$37,500ぐらいでしたっけ？結構行きましたね。ただ、ちょっとね、上昇が弱い気もしてます。この間の最高値超えたら、ぐんぐんぐんってか上がってもいいと思うんですよね。例えばこの間で言うと3万ドルのラインを超えた圧力強かったじゃないですか。まあ、あれは3万ドルという、まあ、強烈なレジスタンスを超えたから買いっていう目線なんですけど、今回はそこまで行ってないというかね、まあ、じわ上げというか、
まあ、基本的には陽線強いので、まだもちろん上目線ではいるんですけど、若干なんかね、微妙な雰囲気も漂ってきたというか、出来高もあんま入ってないんですよね、今ね。まあ、出来高が減ってるってこともないんですけど、そんなに入ってもないです。なので、まあ、一旦400万円、4万ドルぐらいまでは上げそうなんですけど、まあ、やっぱりそのうち大きな調子に来る可能性はあるかなと思ってます。あとはチャート形状的には今これウェッジなんでね、上昇ウェッジなんで、セオリーは下抜けなんですよ。だからまたね、今383万円までいますけど、もう一回この辺までね、300万円ぐらいまで落ちてくる可能性あるのかなと。でこういう感じの三尊天井になってストーンと落ちて、240万ぐらいまで落ちる可能性はまだまだ残されているので、あんまり安心はできないかなと思ってます。FX はですね、まあ、ショートはありえないですよね。こんだけ強い上昇なんで、ショートはまずないと。で、ロングも、ただちょっと怪しいなと思ってます。ちょっと今からのロングがきついかなと。せめてちょっと押し目作って、例えば押し目作って、この間の安値を割らない状態で、また反発してきての状態があったら、土天でロング入ってもいいかなと。まあ、ちょっと難しいんですけどね、今。あんまりちょっとトレンドラインが引けないのでね。っていう感じですね。とりあえず今の最高値付近からロングはないかなと。で、ショートは絶対ないって感じですね。まぁ、ちょっと、これが300万まで落ちてくるんだったら、ちょっともう多分下落目線で行った方がいいと思います。で、三尊天井確実に来るような気がするんで。まぁ、ちょっと静観してもいいかなと思ってます。で、ちなみに私はね、静観してます、今。FX ついたね。この間、昨日ここで取ったロングをここで、最高値付近に生産してから、ここからここまでは取ってないです。まあ、上かなと思ったんですけど、なんか、ちょっと怪しい雲行きもしてるよなと思ったんで、あんまり、トレードしてないですね。はい。まあ、ちょっと、様子は見た方がいいと思います。はい。で、現物はですね、難しいところなんですけど、もう、含み損抱えてもいいんだったら、もういつ買ってもいいと思います。おそらくビットコインは1000万以上超えてくると思いますので、今年ね。私の考えによると。なんで今、いつでも買ってもいいんですけど、今買ったらもしかしたら200万円台まで落ちる可能性があるので、それに耐えきれないと思うんだったら、落ちた時で暴落して、完全に週足レベルまで暴落した時に買った方がいいと思います。週足ではね、今ね、142万円、10MA、週足の 10MA で142万円ぐらいまでなので、まあ、それぐらいのタッチぐらい、245万円ですね。すいません。250万ぐらいまでの下落は全然まだあり得るので、まあ、それぐらいまで想定しておいた方がいいと思います。ただ250万で買おうと思っても落ちてこないかもしれないので、そこはちょっともう判断が難しいです。今買って含み損を抱えて耐えるのか、それとも落ちてきて買うのか、それとも両方なのか、まあ、それはちょっと皆さんのね、考え方次第で決めたらいいかなと思ってます。とりあえず暴落したら250万ぐらいは落ちるというふうに思っています。はい、というわけでね、今日も、仮想通貨のチャート分析してみました。今日はちょっと23分もかかってしまってね、史上最長の長さになったんですけど、ちょっとまあ重要な局面なんで、ちょっと今後動画は長くなる可能性があります。で私喋るのそんなに早くないのでね、もしよければね、この動画の速度を 1.5 倍とか2倍ぐらいにして聞いていただけるといいのかなというふうに思ってます。はい、今日も、動画が役に立った方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして、動画の説明欄に私がお勧めしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であればビットバンクと、コインチェックがおすすめです。ビットバンクは全てのコインで差し値取引ができるというのと、手数料がとても安いのでおすすめです。そしてコインチェックは、日本の取引所の中で最も取り扱いコインが多いというのと、ネムのシンボルトークンの不当に対応しているので、必ず登録しておいた方がいいと思います。そして、日本の取引所にはないマイナーのコインもトレードしてみたいという方はバイナンスがおすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方はバイビットとオーバービットがおすすめなので、ぜひ登録をしてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。